ジョリカさんお疲れ様です。金ちゃんさん10時だ。知恵さんこんばんは。ルーキーンさん出た。朝倉ポカリアットマークプロフミテネさんこんばんは。金ちゃんさん来た。ルーキーンさん音来てないよ。トヨちゃんさんこんばんは。小安さんこんばんは。シンさん音こない。MP o さん声聞こえてない。赤ちゃんさんはこちゅうパイセン。ライトライトさん声、ピストさん安全運転でいってらっしゃいが声聞こえない。お疲れ様です。こんばんは。さあ、いよいよですね。チーさん、そろそろスタートだ。アカリさん、どうぞ来ましたね。インジさん、こんばんは。アカスさん、チータンさん、声聞こえてません。スクスクボールさん、あれ、音。ルーキーンさん、マイク来てない。ミルキーさん、聞こえない。マジョリカさん、マイクが。スカちゃんさんはコツ。ナッキーさん、パイセン、こんばんは。アカスさん、音。トットさん、ユイナさん、良いツーリングを。ヒグマ先輩さん、音。ニーピー AC さん、音なし。ジャックと豆の木さん、こんばんは。世界の矢、マヒロさん、こんばんは。お気をつけて。ごはんさん、声が。レンコイさん、パイセン、こんばんは。ルーキーンさん、ヘドセ、死んでる。タクボーさん、パイセン、声聞こえない。知恵さん、あら。伸びすぎたのび太さん、オーツパイセン。カタスさん聞こえない。工事コートさん交通祈願。アンダーテイカーさん聞こえないですね。 MP o さんパイセンの声聞こえない。トットさんマイクセットかっこいいな。ヤジラさん音なしです。読み上げだけ聞こえてます。小鳥さんこんばんは。聞こえないよ。ニーピー AC さんパイセン声が来ないよ。ミルキーさんユイナさんの声が聞こえない。ウイングさん聞こえない。キムチさんはコツ。ピストさんダメ声。クルミさん棒読み聞こえてるのにな。ライトライトさんパイセン。ミルさんはコツ。ルーキーンさん接触かな。ゴンさんこんばんは。ゴーストライダーさんこんばんは。ドーラ88さんはコツ。レンコイさん棒読み超読み上げ早い。アンダーテイカーさん棒読みだけ聞こえます。世界の矢真宙さんナイスをしました。アカネさん声がない。ごはんさん棒読みだけ。バッキーさん読み上げだけ聞こえる。コウキさんいきなりトラブル。カタスさん聞こえません。ほねほね成人さんはコ。ミルさん気をつけて旅してね。あ、聞こえた聞こえた。あ、うん、ブロック入れよう。一人ブロック。あれ、マイクオフにしてた。マイクオフにしてたわ。うん、一人ブロック入れる。うん、草って書いたやつね。うん、あのブロック入れてきます。うん、僕は厳しいですからね。今日はってことでね、いつも通りのね、いつも通りです。今日はいつも通りなんでね。はい、こっちのマイクのスイッチ切ってたわ。ってことで1040キロ、こっからと1040キロになるので、はい、でね、のんちゃんからね、このお守りをいただきました。はい、なんか交通安全のね、心配らしくてね、はい、もらいましたので、じゃあ行きますか。はい、相当荷物多いんでね。あ、スーパーカーありがとう。じゃあ行きますか。ということでね、第1回、長距離の旅始めまーす。じゃあ行きますか。どう行くの？どうやって行くの？これどう行くんだ？まずね、出発ありがとうございます。花火ありがとう。どっちに行くの？お、手持ちアナビありがとうね。じゃあ行きますか。これでも聞こえる？大丈夫？声相変わらず大丈夫？大丈夫ですかね、うん、あ、聞こえるね。よし、 OKOK、 はい、じゃあこれで OK ですね。はい、すごい棒読みが早いね。びっくりするくらい。はい、ガソリンもね、満タンにさっきしてきて、オイルも交換してきました。全部、はい、全部、はい、安全運転でね、行きますんで、うん、いいね。はい、頑張ります。
急ぎますからね。急ぎます。今日ね、着きたいと思ってるんで、今日中に着きたいと思ってるんで、今日中じゃない、明日中か、30時間ぐらいです。楽しんでいきましょう。今日はね、ぼちぼち、汗持ち、あれ、花火やるやつね。とりあえず目標は3時間で山梨。雨は降りません。雨は降らんよ。お疲れさんです。でね、スマホケースを買ったので、スマホケース買ったので、もう緩みがなくなった。緩みがね、ガス良くなったよね。本当に。まあ雨降ったら雨降ったでね、別にどっか休めばいいでしょ。よっさんがね、十何万出して携帯電話買ってね、あの画質ってダメだなと思ったけど。よっさんがね、20万ぐらい買ってあの画質だったので、あ、携帯電話です。携帯電話ね、携帯電話のエクスペリア ZX XZ1 か。俺らは多分ね、そんなね、バウンドしたりとかなんないと思う。ちょっと1時間後か2時間後のタバコ休憩の時にちょっとだいぶ改造したので、だいぶ変わったんでね、もうほんとここで生活ができるぐらいの装備になってるんで、配信が本当に、はい、あ、そうあれね、ファーウェイってね、オートフォーカスかかるからダメなんだよ。ちっちゃ、オートフォーカスかかんのよ、ファーウェイは。うん。予算、昼間ね、テスト配信しないとね、こんにゃく現象の問題がね、どうなるかね。まあ一番セッティングだよね、セッティング。あ、そうなの。あ、どうもこんばんは。そう、オートフォーカスは良くない、にじむから。絶対にオートフォーカスって、人とか物が近づいてきた時にピント合わせるけど、そのピントが突然人がいなくなると治んなくなる。ありがとう。ちょっとあれだな、音量が、皆さんの音量がちょっと小さいので、もうちょっとでかくするか、ブースト入れて、ブースト入れないとね。はい、前のペースで頑張ります。あ、良くなった。音声がでかくなった、ブーストを入れたんでね。あー、すげえ聞きやすくなった。音声はいろいろ考えたんでね。ノアいらっしゃい。
音声は本当にいろいろ試行錯誤しながらマイクを6種類買ったか、ヘッド買って試したので、まあ多分もうこのマイク以上はない。優香って何？あ、そう、結構スピード出してるけど、風切り音がこれが出ないんだ、ないんだったらいいね。まあ僕の配信はね、よっさんの配信とは違ってね、よっさんのは多分ね、だからそんなに揺れないんだけど、でもまあ予算のセッティングが悪いから結構揺れるんだよね今ね、うん、ただこの放送は多分だいぶ揺れなくなったと思うけど。あ、カニカメいらっしゃい。あ、そう、申し訳ないんですけど、僕の放送ね、見る方ね、一回あのプロフィール見てください。プロフィール、あの必ずお願いします。あ、くるみありがとう。今日だいぶいじったから、今日すげえいじったから、マジで細かいところいじって、もう微振動さえ許さないね。書いてあるので、その10か条通りやりますんでね、基本的に。はい、お願いします。まあそうすれば分かると思うので、ありがとうございます。ないよね。はい、ありがとうございます。メンテナンスは完璧だからね、これね。そういえば、ね、皆さんのおかげですよ、でも付き合ってくれたんだから。パンツ泥棒いらっしゃい。あ、チエもありがとうね。あ、ケツナナいらっしゃい。サドもいらっしゃい。そうだね、そこはまああるな。窓ひげいらっしゃい。まあ見てくださいよ、さっさとね、山梨超えちゃうんで、僕3時間で超える。だから12時にはもう山梨超えるように、あ、超えるとか山梨には到達する。揺れないでしょ全然、画面停止してる状態で。これエンジンかかってんだよ、ちゃんとエンジンかかってて、これだけ揺れないっていうのはもうね、多分ね、完璧でしょ。パーフェクトですね、パーフェクト。いや無理だろ。ありがとうございます。繰り返したね。パーフェクトバルディ。問題はね、あれだよね、ちょっとね、道路が悪い場所はちょっとガタガタなっちゃうけど、それ以外は大丈夫ですもん。いれないでしょ、もう完全だから。これ以上のものはないと思う。もうこれ以上できないもんね。あとね、 Wi-Fi もね、また別に、まあ、ちょっとね、装備がびっくりする多分本当に。あ、どうも。もうゲンチャリじゃないよこれ、装備がもうゲンチャリ周りがいろんなもので、もうちょっとライト、本当はね、ライトね、もっと明るいライトをあと2つつけたかったけど、そうすればすげえ綺麗なんだけどな。今日バイク屋さんでさ、ちょっとさ、試しにやらせたんだけど、すげえやっぱ違った。ビデオでちょっと撮影したんだけど、画質がやっぱり2台プチプチ落としてる今日。今プチプチしてる。じゃあちょっと待って、マイクの位置ずらす。これで大丈夫だな。多分プチプチは音が切れてるだけだから。プチプチってあれでしょ、音が切れてるんでしょ多分。あのプロフィール見てください、うん、多分これね、
マイクの音量ちょっと下げるわ。マイクの音量が高くて僕の声がノイズとして認識されてるから、あのプロフィール見てどうでもいいけど、いやマイク低いになってるな。ちょっと待って、今走ってないからね。マイクの位置をずらせば治るんでね。プチプチ、あおおイエーイ。いや死なない、まだ全然平気、全然平気ですよ。プロフィール見てください、はい、もうすべてねプロフィールに書いてあるので、すべてプロフィールに書いてます。特にねありません。特にありませんので、なんでこれをやろうと思ったのか特にないです。ただ走りたいだけです。本当に冗談だけ。お、お祭りやってる。いや普通の今日1時くらいからずっと起きてる。走りたいだけよ。お祭りやってるね、お祭り。右側に城山、これね神奈川だね。祭りやってますね。おやじ、お祭り寄りたいよね、こういう時ね。こういう時寄りたいよね、確かに。はい、気をつけます。参加したいな。そうなんだよね、でもここでね、寄り道しちゃうとまだね、出だしたからね。まだ地方都市に行ってから。ナイスお願いしますね。お杉の次俺やめてくんない？この前もお杉の次は俺だったし、俺神奈川出身じゃねえし、頼むよ。